こんばんは。あ、おばんです。どうもプラプラ金星4月号ということで、はい、ついに移動しながらこのオープニングをですね、なんですよね、はい、お送りしておりますけども、うん、ズバチもいますか。あ、います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラの関係性だからな。そうね、うん、我々あの、まあ、いつもプラキンで移動する時というのは、はい、ディレクターさんとか、うん、まあ、あとは、まあ、ズマチンが一緒の時はズマチンが、はい、うん、何やら怪しげな資料をいつも持ってねやってるじゃないですか、はい、うん、今回はもういきなり渡されました。ね、はい、企画内容、スケジュール、半年みんなで集合したんだなまあちょっと事前にお話聞いてましたが、由利本荘市屋島の方に今日は行って、はいはい、ラーメンを食べるということなんですもんね。今年になってから、うん、1月2月3月のプロ検定、はい、おいがずっと座ってばっかりなんだけど。はい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 、だから今日動こうアクティブな躍動的に動かねばよあの人がいよいよあまりただねがなったラーメンタウン YSM という、はい、今回タイトルですよね。ズマチン、この YSM っていうのは、なんか私これいただいた時に、うん、YSM ってなんだろうってすごく思って、あの調べましたもん。なんか私が知識がないだけなのかなって思って、うんうん、出てこないじゃないですか出てこないよね。したら八島ってことに気づきました。ラーメンタウン八島さんということで、はい、まず麺、ラーメン抜いておいてくださいって言われて、はい、抜いてくださいって言われても、俺多分前日抜けばいいぐらいかなっていう感覚だったんで私2ヶ月ぐらい食べてない。なんでですか、すごいです。あのちょっといいところの、はい、デッドストックのジーンズ、皿のジーンズをちょっと2本いただいてそれ吐きしてくて今お蕎麦、特売だとって箱で買ったのよ、はいはい、日本蕎麦、うん、そしてよく見たら蕎麦粉 10% 旧伊豆蕎麦誰かの分け目みたいな今日はこの八島地区に美味しいラーメン屋さんがあるので、なんかどうやらレポートをしてほしいみたいなねリクエストもありますから。あ、1店舗ずつですね、うん、はい、っていうかね、さっきいろいろ軽く打ち合わせをディレクターとしましたけども、もうねオープニングからエンディングまで、うん、ディレクターたちの中で物語はもう完結してますよ。本当もうね、なんか東京の制作会社みたいな答え出しておいてロケするみたいな感じ、さあそれが果たしてどうなるかと、うん、はい、最終的にどんな結末になるのか、はい、最後までお楽しみください、はい、ラーメンタウン YS M さあやってまいりました。どうですかね、後でオンエアで確認してみたいなと思いますが、よし動くぞ、ね、動くぞ、ね、うん、久しぶりの八島の駅前に。本当な、はい、うん、この八島なんですけど、うん、八島町にはおよそ4200人人口がいらっしゃいまして、うん、はいはい、昔はですね、うん、八島藩が置かれ、うんうん、城下町として栄えていました、うん、あまり興味ないから、ね、大事だよね、そういう情報もね、はいはい、うん、入れていきましょう、ね、その情報入れていこうかなと思いますね。もう早速じゃあそんなね駅前にあるこちら、はい、高部さん、そう、なんかうん、ディレクターから今回ありましたよね、一人一人そうそうそう、リポートするみたいな、なのでやっぱり一番最初は、まあ一番ねやり慣れてるズマチンに、うん、見本が欲しい、うん、まあ、いや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 、ふわっとやってもらって、その後我々なりの見本を見せますから私最初見たいです最初八島町にやってきました。八島駅前にすぐ目の前にあるのがこちら高部食堂です。こんにちは、ごめんください。どうもどうもどうも、ご無沙汰してます。すいません、お邪魔いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メニューもたくさんありますよ。久しぶりだ。前来た時は何を、うん、前来た時は、はい、このメニューのあの吹き刈りのあの人方はあんまり今ほど色あせてねかった何年前ですかね、10年以上かな、結構前だったんですね、ずいぶん、なんぼか日に焼けたな、この、うんうん、なんかな、布な、うんうんうん、いいですね、でも味があってね、うん、やっぱり、うんうん、美
お願いします。お願いします。どうもどうも。4代目の瑞穂さんです。あら、どうもです。よろしくお願いします。ここのお店は駅前にあるっていうこともあって7時からやってるんですよね。そうですね、だいたい7時から開けていますけども、ちょっと早めに開けるともう6時半からお客さんが入ってきたりします。朝間の？はい。あら、だいたい駅前さってね、朝からやってるお店ってやっぱりあるもんだと思う、うん、ね、うんうん。朝から飲んでる人いるもんです。いないの？さすがに今はいない。やっぱり国鉄時代はいたけどもな。やられてどれくらいですか、お店は。昭和12年からの営業なので、もう84歳ですね。84歳、エルビスの2個下だな。基準がね。あの一番の人気メニュー、おすすめメニューは肉うどん、ラーメン、もやしラーメン、うんうん、3種類がもう好きな人はそれしか頼まない。もやしラーメンだ。でご飯ですと弁当とカツ丼ですね。おで、がっつり食べたい人は焼肉弁当とカツ丼 で、あと美味しいとこ取りですとラーメンセットですね。ラーメンセット、はい、ラーメンと焼肉弁当と焼肉丼が一緒になった。なんかでもお店のメニューで焼肉弁当ってつくのなんか珍しくない？珍しいです ね、弁当って言ってみた、うん、確かに。やっぱり駅前を意識してるもんですね。いや、最初にうちの祖母が始めた焼肉弁当なんですけど、うん、そのご飯にそのタレのついた肉の肉汁が染み込んで、うん、お肉も硬くならないというのが人気で、うん、定食よりは弁当の方がやっぱり出ますね、うんうん、なるほど。じゃあ私人気のもやしラーメンいただいてもいいですかね。あれ今なんで笑ったんですか。このもやしさん、あ、弁当来るかなと。じゃあ僕焼肉弁当。せっかくね今お話出たんで。そうですよね、うん、え、ラーメン企画のいいですか、私たち二人とも弁当にして。あ、弁当食べたいの、はい、あ、じゃあ僕ラーメンでいいですよ。じゃあ、はい、シンプルラーメンで。はい、シンプルラーメン、もやしラーメン、うん、焼肉弁当、うん、いいです、行きましょうよ。ちょっと申し訳なさがすごく、いい、大丈夫、大丈夫。そうなっちゃうんですか。食べたいものを食べなさい。それでは朝のビールタイム。あら、ありがとうございます。すいませんね、ご用意いただいて、ね、ありがとうございます。もう今だって何時ですか。まだ10時前。10時前、いいですね。あ、どっちの時だ。いいですね、食堂でこう飲みながらね、うんうん、食べ物を待つというこの、うんうん、リポートしてください。こうやって自分のハードル上げてるんだから、シャマさん。そうですよね。さあ、まだ午前10時を回ったところですが、早くもお酒を飲まれてるお客様もいらっしゃるようですみたいな、ちょっとお話伺ってみましょうみたいなね、感じの流れがあってもいいんじゃないですか。あ、わかりました。わかりました。あ、もうできたみたいですよ。わお、できたのかい。ちょっと今お弁当でね。早かった。あ、本当だ、すごい。ありがとうございます、うん、来ましたよ。さあ、はい、ありがとうございます。あら、かわいらしい丼。おお、一緒にできた。かわいい。すいません、丼かわいい。いただきます。いただきます。嬉しい。久しぶりですもんね。久しぶり。ああ、そう、バリトン様ね、うんうん、今日はいいことします。エッペ食べても、このスープのコクがたまらんですよ。いただきます。鶏肉ね、親鶏のコリコリ感と麺のプリプリ感がまた絶妙に、うん、あ、俺やんなくていいのか今。ゆり本庄はこの親鶏、うん、あ、鶏が特徴ですか、うん、昔からね、やっぱりね、親鶏のスープがね、エスナー、これあの本庄ではね、しない鶏って言うんですよ。しね、しないってね、うん、覚えましたよ、うん、こっち来て秋田弁で、はい、うん、いいですか、私いただいて、うん、ちょっとお肉こんなたくさん入ってますよ、大きい一枚一枚が。ではいただきます。シャンパさんの背中で何も見えない。シャンパさん背中大きくなったの。背中大きい、あなた。もうね、語るようにしてますから背中で、いろいろ。
豚肉のなんか生姜焼きではないんですけど、うん、ちょっと甘めのタレなんですけど、うん、ご飯しみしみになってます。美味しいです。久しぶりだな。すごいですね、2ヶ月ぶりのラーメンだ。でも俺途中一つで激励は言ってしまったんだけど幸せですね、朝から美味しいもの。早いですね。うん、ラーメンとソフトクリームは本当食べるの早いんですよ、ね、食べるのがやかましいわうめかった、はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした、はい、もう満足しました。私あ、そうですか、はい、じゃあ帰りますか。帰りましょうか。いや俺今のもう一発すぐ毛だよ本当10時半本当てもう15分だね大丈夫大丈夫、まあ、もう屋島エリアですからね、このエリアですからね。そうですよね、この辺で、うんうん、じゃあ次行きましょう。行きますか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次は私行きますか。じゃあ、あんだね、お願いします。はい、ちょっとうまくできなかったな感はもう感じてます私は。あの、まあ、なのでその流れでみんなシャバさんやってもらってもいいそうですよね。なんか大体あの食レポでよ、はい、あどくしきってくね、表現悪くね、ああ、あの周りサクサクで中ジューシーってやつあともっちもちの、うん、あとボリューミーあどくしきってくねえなっていう優しい味でごまかすいやー伝えがちですよね優しい味は危険だよね。だから、だって危険ワードじゃない。だって本当有名な、うん、あの食のレポーターの人が、うん、ちょっとうんって思う時優しい味ですねって言うって言ったよ俺は優しい味って言われれば、うん、あれあの塩気取れねべかとか、はいはい、なんか薄味だべかってそういう思うけどな、感じ方としてはね、うんうん、あと15分でしたっけ、うん、で透かせないとですよ、もう、うん、いやでもラーメンだったらまだラーメンの場合もう一杯ぐらいだから、うん、焼肉は結構ボリューミーでしたでしょ、たっぷりいただいたよね、あれね、ご飯意外と入ってましたね、普通に全部食べたもんね、はい、あの咀嚼するものって満腹中枢働くから、うんうん、あ、うん、そうですよね、飲み込むんじゃなく、うん、だって後でスタッフが美味しくってならないよな、食べ始めたらもううまいもんね、大丈夫食べてくれよ、食べちゃうよね、食べちゃうんですよね後のこと考えずに。そう、ラーメンタウン YSM M 字です、 M 字です、はい、はい、さあやってまいりました、八島2軒目ですね、はい、2軒目ですね、まだ食べて10分ちょっとしか経ってませんけども、はい、移動しました、うん、はい、続いてはあのこちらのお店と、そうですね、シャバさんがリポーターとして、はい、お願いします。私やりますか、じゃあ、はいはい、さあ皆さんやってまいりました、こちらがですね、八島のとある住宅街なんですけども、住宅街ですよ皆さん、この住宅街の一角に美味しい飲食店があるということで早速やってまいりました。私の後ろにありますのはこちら、もうすでにラーメンという看板が出ております、のれんが出ておりますけども、クーロンね、クーロンといえば何でしょう、あの台湾の地名ですかね、あ、昔あのカオルーンで会いましょうっていうあのビッグコミックスピリッツ、サイモンフミさんの漫画がありましたけども、またそれは関係ないお話ですかねじゃあ中に行ってみましょうか、はい、サイモンさんってヒロカネさんの奥さんだ、そうですね、はい、あのテレ朝のドラマにもなったはずですよ、確かに、はい、あ、よくわかんねえよ、さすがです、さすが、ちょっと背中を見てもらおう、早口だだけこちらです、早口だだけだから、はい、失礼します、入ってみましょう、はい、お邪魔します、どうも、あ、こんにちは、お邪魔します、ごめんください、あ、すいません、お邪魔します、ねえ、もう座敷がいっぱい、これは宴会スタイルだな、ねえ、たくさんの方々が楽しめるそんなスペースになっておりますけども、じゃあ早速中に上がらせていただきますか、ですか、はい、そうしましょう、さあでは、うん、まあ、メニューも本当にね、いろいろ豊富ですけども、はい、おかみさんをちょっと呼んでみましょうか、はい、はい、すいません、あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします、もう本当に住宅、ご自宅の一角みたいなスペースでやられて、はい、もうどのぐらいなんですか、長さは30年、はい、ちなみにこのクーロンってお店の名前のチョイスっていうのは、ただうちの旦那がそのあの
ロンっていう名前がいいみたいで、はいはい、それだけなんですけど。あ、響きがいいという。響きがいい。シャバダバオみたいな感じですかね。五感、五感っていうかその雰囲気がね、言葉の雰囲気がいいということですよね。手前味噌だな。どうでしょう、おすすめ的なものはもちろんね、いろいろあると思うんですが、何一番出てますか、お店では。サンマーメンとか。はいはいはい。あとチーマン味噌とか。チーマン味噌、それチーマン味噌ラーメンって決めたもんね。ああ、そうなんですか。チーマン味噌、はい、ほうほうほう。あとは関東麺とか。うんうんうん。あ、でも一品料理も本当たくさんありますもんね。一品料理がたくさんありますね、うん、あ、私はチーマン味噌ラーメンで、なんだかわかんねっけど、うん、このネーミングで注文したい。なんだかな、チーマンって惹かれますね。練りごまとピーナッツバターが入る。おお、こんなある感じ。サンマーメンもあの出てますよ。サンマーメンって何ですか。サンマーメンはね、サンマーメンはもや、あの関東麺のもやしバージョンみたいな感じ、うん、中華料理屋さんにも。え、僕じゃあラーメンで通常の、はい、あ、普通の、うん、スタンダードのところをやっぱりちょっと攻めたいなと、ね、はい、サンマーにしましょう。はい、サンマーと、はい、チーマンと、はい、通常のラーメンと。サンマー、あの、あ、僕チャーハン大好きなんで、はい、ラーメンセット。じゃあラーメンとミニチャーハンの、はい、そこセットでお願いします。ちなみに餃子もついてきます。餃子もついてきますね、嬉しいですね。ちょっと待って、餃子もついてくるの、はい、それで、え、ラーメンとミニチャーハン、昼のメニューで、はい、やってる。あ、ラーメンとミニチャーハンと餃子がついて、はい、900円。そりゃすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、たっぷり。あん、何パーぐらいですかねこれ。すごい香り。あんのあんばいな。あん、あんべ。何パーセントぐらい。あんあんべ。そうですね。この辺はトロッとですけど。いいですね。うん、いい、うん、お先いただきます。うん、あと、あん、あん何パーかちゃんと教えてね。わかりました。あん何パーかですね。うんうん、あんして食べてね。いただきます。お、野菜こんなたっぷり入ってますね。ごま油の香りですか。すごいいい香りがします。ごま油の香りだといいやな、うん、あっさり、うん、ちょっと塩ベースで魚介の風味もなんかする気がするんですけど、こう違うかな。美味しいです。あんは、うん、何パーかな、40%ぐらいな気がします。なんか40ってはよっぽどあんだべな。まあ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 ですよ、まあまあ、我々はあん、あん 100% 経験してるからな。あん100いってますからね。え、あん100ってドロッドロなのがあん100ですよね。あのね、サバサバしても落ちねぐらい。そうですよね。あ、はい、お出しです。はい、おお、すごい、初めて見ます。え、あのごま、だれごま、入りごまとピーナッツバター。おー、ピーナッツバターなんか学校の給食ぐらい食べたことないですよ多分。ピーナッツバター、ピーナッツバター、そんな、なんだあれ、なんで、おー、すんごい濃い感じする。味噌に入り、うん、ごまもあるんだよね。ごまだれ、うん、ごまだれ、ごまだれはすごい感じる、うん、うん、おいしい、うん、すんげえ味がね、深い感じする。ピーナッツの香り、なんか味、風味はするんですか。ピーナッツのままの香りっていうか、うん、味噌に、うん、味足されてる感じ。お、味噌プラスの、うん、あ、はい、うん、おー、うん、
900円。ありがとうございます。もうこの絵面だけで腹気持ちいいするみたいな。いや本当にいいセットですね。程よい。うん、おお。あら、さっきとはまた全然変わりましたね。豚骨かな？すごく和風な雰囲気が奥にありますよ。その奥に。うん、麺を噛むことによってその和風な感じがさらに口の中に広がります。なんだこのスープ。俺お店でチャーハン頼んだことねえ人。あら、ほんとですか。うん、うん、チャーハン頼みたくなります。もうザ・チャーハンですよ。シンプル、本当にシンプル。かまぼこ入ってんの俺ほんと好きなんですよね、チャーハンに。で餃子よ。よく一人で喋れたな。ちょ今リポーターの番なんで、なんぼかでもね。はい、餃子でございます。うん、本当に餃子ですね。うまいですね。うん、あの外カリカリで中ジューシー。あ、これダメだよ。いやー、ごちそうさまでした。どうも、めっちゃ楽しかったです。いや、もう本当にね。ちなみに僕食べたラーメンなんですけど、スープって豚骨ちょっと絡んでたりしますか？豚骨に豚足に、鶏ガラ。はいはいはい。あ、ダブルで。ダブル、はい、やっぱり豚骨が。あと、しかもちょっと和風な雰囲気も出たんですけど、煮干しとか、全部入ってます。あ、なるほどなるほど。お、そんだけ出んのにほんのにこのチンタンですっきりしてね。今何言ってもあだってあったんだ。美味しくいただきました。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうも。ちょっとね、これでお腹のものを消化させようという、うん、そうですね、15分刻みで食べなきゃいけないですからね。おお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 これはいいですよ。チャーハン入ってる。そば麺。あんはですね、75ぐらい。お